出市はデジタル化推進の基盤となるマイナンバーカードの普及啓発を図っています11月1日マイナンバーカード普及推進本部が設置されることとなり政策課前に有福市長が看板を掲げさらなる取得率向上を目指す決意を新たにしました現在市役所1階入り口にはマイナンバーカード取得を支援する窓口が置かれ連日多くの市民が訪れています マイナンバーカードの普及率は総務省の9月末現在の発表で全国の人口に対する交付枚数率は49.0%香川県は全国28位の47.7%坂出市は48.5%となっています。 市民の皆さんには、ぜひともです、ね、この機会にマイナーカードを取得していただいて、さらには国のポイント、県のポイント、さらには本市の1万円でありますクオ・カードを使っていただければと思っているところであります坂出市では、坂出市独自でマイナポイント1万,円分 1, 年1万円分付与を予定していましたが。 自治体マイナポイントの決済事業者の参加,参加が想定より少なかったためマイナンバーカードの交付申請を行った市民を対象にクオ・カード1万円分を送る事業に変更しましたまた、あ。実際、じゃあ市内の事業者というかそのお店で,です、ね、使えるものが何,何かと考えたらあんまりです、ね、その手段が。 少なかったということで、一番身近に使ってもらえるのは、やっぱりクオ・カードでないかと、まあ、コンビニ等はかなり市内にもありますので、クオ・カードをお配りするのが、一番市民の皆さんにはいいのかなと、こんな判断をしたところであります今月から12月まで、土日祝日にイオン坂出店での出張申請を行ったり、坂出市役所でも日曜日を明け、 申請を受け付けたりとマイナンバーカードの普及促進を加速させます堺出市では申請の際は QR コード付き交付申請書を持参くださいと呼びかけています